皆さん、こんにちは。彩の国埼玉芸術劇場次期芸術監督。じゃーん。就任が決まりました。近藤良平です。ありがとうございます。びっくりです。半世紀ぐらい生きてますけど、こんなことが起きるとは、今年まず第一のびっくりでございます。皆さんも驚かれたでしょう。はい。芸術監督次期ですけども、この4月から、正しい形で、やっていきたいと思います。皆さんもご存知の通り、前任は蜷川幸雄さん、そしてその前は音楽の諸井誠さん、音楽、演劇、そして今回僕はダンスです。いい流れです。劇場のあり方もいろいろと変わってきました。昔は舞台を見に行く。なんかそれだけだったんですけども、今はですね、いろんな人が行き交う場所になって、いろいろものを考えたり、作ったり、リハーサルをしたり、いろんなことで劇場は使われます。三つのことを大きく考えております。演劇、音楽、ダンス。そんな三つのことがですね、まあ僕もそうなんですけど、こっちの方には演劇、こっちの方には音楽、こっちの方にはダンス。いろんなものが混じっております。そんな、分野ですね。その分野をまた取っ払うようなぐらいですね、混ざった形で、一つのこの文化のジャンルを、皆さんに発信できればなと思っております。そしてですね、二つ目に、ここの場所にいろんな人が行き交う。そうです。今の言葉で言うと多様性ですね。はい。たくさんの人がこの劇場に訪れて、いろんな経験をする、そんな場所に、より見つけて、そんな劇場にしたいと思います。もう一つ、これもとっても大事だと思います。ここは埼玉芸術劇場です。ここもね、リアルな一つの場所なんですけど、ここからさらに、一つの地域、さらにですね、この埼玉のいろんな場所、さらには国内、さらには世界へと、今は、何つうんですかね、つなぐことができます。そして、何つうんですかね、またここに人が訪れるために、そういうメディアを通してでも、皆さんに伝えられることがあると思います。劇場の発信する場所っていうのはすごく、広がりを持ってます。この時代、そんな簡単なことじゃないと思いますけど、こんな時期にこんな発表でございますが、なんとか劇場の面白い、リアルな、劇場のあり方、そして、面白い舞台、文化、みんなに伝わるように、そうですね、こう夢をぐっと集めて皆さんにこう飛んでいけと、そんな劇場になっていけばなと思ってます。今後ともよろしくお願いいたします。今回はこんな感じですけども、次期芸術監督、そして芸術監督へと、続けていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。